はい、ワールドオブファイナルファンタジー続きからやっていきたいと思います。はい、ですね、前回終わってからちょっとミラージュボードを進めたんですね。新しく仲間にした子たちのすごい強いところに気づいて組み込めてないんですけど、このプリンかぐやちゃんがなんかめっちゃ強くないと思って、もういきなりサンダーラーを使えるし、ケアルガーが使えるっていう、回復としてはしかもアレイズも覚えるし、何この子最強と思って。そうなんですよ、なんか一緒に踊りましょうとかいう、なんかちょっと怖いのもあるし、いいですよね。この子再生徐々に強くない私だけこの子すごい強いと思ったの。だからもしかしたらいずれね、いずれどちらかはちょっとレーンからどちらかを L にしてこの子を食い込むかもしれないね。組み込むだ、食い込むって何ということで、何これ、この本を正しい順序で最後まで読んだものへ。これってさ、本の魔物ってあれじゃないの、FF9 に出てくる、なんかほら、レベル5の倍数であるものに死を与える。大丈夫だね。やっぱ絶対そうだ。ただページがわかんねえ。合ってんのかどうかも。なあ、9やってるときわざわざ結構時間制限みたいなのがねあるときに戦うんだよね。そうわあ、ダメだ、最後もなんかその順番通り読まなきゃいけないのもね、こっちにもありそうやもんな。9回クラウド行く、行こうか。お前たちが見た通り町はまだ混乱している。俺は住人の救助のため町に戻るが、オリジンは本当に任せて大丈夫だな。出会った時はあれだったけど、ここに来る前俺らの戦い見たろ、大丈夫だって。はい、町の方はお願いします。分かった、状況が許せば俺も後で向かう。よし、列車墓場まで案内するぞ。いいな、任された。やっぱね、私にはハリセンボンがあるんで。うわー、ちゃんとそのままだ、ほんと列車墓場って感じ。初代 FF7 のあの列車墓場は道に迷いましたね。でリメイク版も迷いましたね。ヴァンパイアの巣の中だ。それにここに住み着いてるのはヴァンパイアだけじゃない、気をつけろ。列車がいっぱいなのです。この雰囲気確かに墓場って感じで、いかにもなんか出そうだな。いない、くそ。ちょっと変なこと言わないでよ。電気がいるんだ、そっか、どうしようかな。誰抜く？だってさ、S サイズ抜くしかないかなって。てか待って、この子ビリビリできないの？ねえ、そこだよね。ビリ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 。ま、いや、今すぐできる子って言ったらやっぱサーチャーだから。これは迷いそうだな。パンパカパーン。嘘でしょ。すげえ、持ち上がっ。できるんかい。パンパカパーン言うてたよ。まずはパンパカパーン、何この子、初めてだわ。いや、マジか。
絶望したよね。前歯だいぶリジェネ状態にしてみよう。めんどくさくない？倒すね。え、なんかね、そこまでして欲しいかと言われたら全然そんなことはないので。うわ、どうしよう。 S サイズな、違う子に。もうそろそろ簡単には驚かなくなったわね。な、あそこに人影。最悪。トンベリーでもさ、2体いるかって言われたら微妙なラインだよね。実際ね。S サイズで連れて行きたいなっていうビジュアルの子。誰だろうな。結局ベビートンベリーなのかな。結局ね。なんて、ここにお墓を作りたいんだ。怖っ。遠慮します。あ、違う、これ下行けるんだ。な、同じところウロウロしたら下だ。こういうことね。うわ、あ、なんか色地いる、色地。あ、でもなんか初めてのだって言わないってことは、初じゃない？じゃあ倒しましょう。てかさ、スピード上げるとさ、あの、羽ばたいてんの気持ち悪いね。すごくない？なんか虫みたい。虫って羽ばたき多いじゃん。それっぽくて嫌だよね。まあ、苦戦する強さではないですね。はい。プリンかぐやちゃんが本当どんどんレベル上がってほしい。もう期待しかしてないプリンかぐやちゃん。これは道なりでいいのかしら。でもそんな簡単な話？このちょっと無音な感じやじゃないですか。 BGM ください。確か BGM 持ったよね、列車運ばって。それ用の持ったよね。マジで行くぜ。秒で終わらせます。一撃強、優秀なんだけど。カウンターナイス。ね、プリンかぐやちゃんのため戦ってると思えば全然ね。にゃんが、てか袴なんて言葉を知ってるランにタマが驚いてるわよ。嘘、何言ってんだよ。ナイス。そっち、ああ多分それ頭だから二重ボケに気づけなかったのです。アイテム、アイテムだけ。アイテムだけにしてはちょっとしょぼくないですか。アイテムが跳ねて、いいバトルだったね。まあ、ちょろいですねこの辺の敵はね。じゃあ下が正解ルートかな。どこに向かってんのかわかんないわよね今のところ。こうでしょ。どうした？モグがナンバーワンクポー。ナンバーワンクポー。これ？ありがとうね。エーテルターボとかもありがたいですよね。マジ無音やめてほしい本当。BGM をください。どうなんの？おお。一瞬びっくりなのです。なるほどなるほど。こんなんではなかったよね。あの、F7 に出てきた列車墓場はね。ここまでなんかトリッキーじゃなかったと思う。
だどこが入り口かわかんないっていうね。知らないのいる。いや、ゲットしたいんだけどな。のせのせ解除しないといけないからな。無理かも。毒っちゃってるからさ。よいしょ。終わっちゃった。こんなもんだな。弱いクポーって。実際弱いクポよね。で、これを。で、これをぶっ壊すと。なんか落とし方よ。ね。下に人いたら死んでるわ。そういうことね。墓場って言うなと。ごめんなさい。あ、来た。この子たちだけで来たよ。ライブラ。物忘れ状態にしてみよう。物忘れ状態。物忘れ状態で出てんの？あったっけそんなの。物忘れ状態。物忘れ状態。物忘れ状態？睡眠混乱、バーサク、暗闇も、あったー。なったバカダメ死んじゃうよ。よかった、一発でいけて倒しちゃうもん。やっぱさあ、どんな子でしょうね。手に持った鎌での攻撃は結構痛い。変身化しないんだ。あ、でも可愛いな。でも連れていかない。はい。え、可愛いと思うけどね。かわいそう。なんかたまちょっと今のは普通にあれよね。なんか、かわいそうよ。ちょっと同情する。羽ばっか落ちてる。そんな強敵出るの？その死ぬほど。言うてこのゲームゲームオーバーって私なったっけ？一回ぐらいだよね、多分。その、私にしてはね、RPG で死んでないなと思うのよ。だから、うん、いけなかった。ハイポ落としてくれる優秀な敵だな。ね、細いね、こういうところはちょっと歩くの怖いですよね。そこにもアイテム発見。でもなんか敵っぽい気もする。普通にあれ、エーテル。エーテル言うて使わんな、私。ね。普通にやっぱ戦うばっかをしちゃうからさ。もったいない症候群なのよ、これも。MP ちょっともったいないな、みたいな。え、めっちゃアイテムある、怪しくない？そんな優しくないと思うんだよね、私。スケアニックスはそんなに優しくないと思うの。なんか敵配置してくる気がするの。アイテムだ。ごめんなさい、疑って。謝罪。これは謝罪です。普通にアイテムだった。ごめんなさい。え、じゃあどっち行けばいいの？こっち？うわ、静かすぎるのよ。静かすぎてびっくりしちゃう、ほんと。実力通り。だいぶレベル上がりましたね、プリンかぐやちゃん。まあでも今すぐはちょっと使えないけど、いずれね、いずれ。まあモグの回復量じゃきついなってなったら、ね、結構モグの回復量が足りてるんだよね。パンパカパーン。パンパカパーン。どういう動き？こっちね。こう、あの、この、斜めのやつの上行きたく、あ、なんかある。
何を持ってくれてきてる、久々だな、これ出てくるのね。何を、ボロボロの歯車、こっちに多分あるんだろうな。行けるところがあるってことはそういうことよ。ボロボロの歯車、びっくりするぐらいに同じ敵なんだよね。だからほんと今回ちょっとね、戦闘がめちゃくちゃカットカットカットの嵐だと思う。でもこんな予定じゃなかったんだけどね。なんか向こうになんか、その宝箱がそうだと思うんだけどな。遠いね遠いね。よいしょ。ささやかながら、どういう動き、ささやかながら、あった、ボロボロの歯車、頑張ったな。待って、こっちにもあるよ。種何も使ってないな、そういえば。そっちから出てくるんだ。あの、戻れるようにしてくれるのありがたいですね。またあそこ歩いて戻るんだと思ったらちょっとしんどかったもん。はい、ちょうだい。よし、でも意外とサクサクですよ、ほんと。何、ゴールかな。ん、まだみたいです。なんだあの下のさ、光がなんかこう線みたいになってたやつは。上に繋がってるよって表現なのかな、わかんないけどそういうこと、見てくださいありえなくないですかそういうこと、だから羽とかいっぱい落ちてたってこと、そういうことなのかな。なんかね、デスされてデスされたらどうしようもないよね。生き返れるわけないもん。くっそー、こいつら危険だよ。舐めてた、なんかどうせ弱いしと思ってたら最悪よ本当に。我々、いやですはダメ、ですはダメよ。え、だってないよね、デス体制みたいな、あんのかな。デスはちょっと、なんかさ、いつの間にかずいぶん高いところまで来てね。それ思った。やはりなんとかは高いところが好きなのですね。お、俺のこと？オリジンの話だけど、素でハマってるのが怖いわ。ほんとね、そのオリジンって何なの大体FF オリジンってこの間出ましたよね、今年出てたよね。私は無理だなと思ったんだけど、あのアクションゲームすぎて。あー、もうちょっとこれはね、ちょっと真剣に行こう油断すると死ぬんで、使うなよ。よし、デスさえ使わなければ全然、はい、あー、よかった、デス使ってこなかった、それだけで安心って感じ。どうってことないって、実力通り。なんかレベル5ですとかだったら、まあ、まあ私のレベルがちょっと悪かったなとかって言えるけど、高いところまで来ちゃったわね。パンパカパーン、パンパカパーン、ヨーロレイヒー、ヨーロレイヒー、大丈夫あんたたち。本当に好きなんだこの属性の連中悪口悪口。ここ違うってこと？じゃあ、ここ違うわ。
あれちょっと戸惑ってる。あれもう一回電気やって戻さないと戻れないぞ、そういうこと。先生できてよかったです。ほんと速攻で終わらせます。ほんと嫌いです、あなたたちのこと。はい、もう憎き相手って感じだもんね。よし、いや見た見たくぽーなんだけど、これはどう行くのが正解。ああこっちに動くの。あ、そういうこと。なるほどね、一段階だけじゃねえと。なるほどね、理解しました。パンパカパーン。めちゃくちゃアイテムがあるよね、向こうに。ささやかあささやか間違えたみたいですよ、私。でも奥に、あ、下れたわ下れるの見えてなかったからさ、これもいけない、行き止まりじゃんと思ってたわ。こっちにアイテムが、あ、取り行けない。取り行くためにはこの電車動かせってことね。別にアイテムにそこまでのこだわりはないからいいんですけど、全然。うわ、なんかでかいのいる。パンチの火力じゃないんですけど、カウンターをミスったのはでかい。当ててほしかった。あー、ちょっと良くないな。はい怒った。ほらほらほら。で、経験値美味しすぎえ、また出てきてもらっていいですよ。あのね、別にハリセンボン、でここのダンジョン長くない結構めっちゃ長いよね。どっちだ今。ほぼ適当に進んでますからね。セーブつきました。セーブします。あ、てかじゃあミラージュボードやりますか。いつも動画外でやっちゃうからね、たまには動画中にやりましょう。モーグリはもうなんかね、できることなかったと思う。こういう時ってこっちを進めればいいのかな、わかんないけど。進めますねで、まだまだめっちゃ溜まってんじゃん。でもデスマシーンにする気はない。現状。バルファーあれば早く育てたいんよね。ここ行きたいから。力アップ?この子はね、どうしようかな。こうで。この辺の子はね、やっぱ進めがいがありますよね。おたら使えるようになるんだよね。命中アップ。こんな感じで。ジャボテンダーは、トレジャーハンド、HP アップ中、力アップ、針増量。針増量。絶対針増量欲しいじゃん。もうレベル上がった早く。針増量のために。この子はね、こうかな。で、レッドドラゴンさんも使ってないですね、ほとんどね。
いいんですよいいんですよとか言って、さあ来ましたよ。どうしよう。これ何強いんかな。受ける物理ダメージがダウン、魔法ダメージアップってなんか嫌じゃない。でも気のせい私だけなんか嫌じゃない。魔法使ってこない敵だったら別に何も怖くはないけど、アイテムの HP 回復アップ、へえ。変身化除させたいな。トンベリ多くないトンベリ多いよね、なんか異様にね。あ、来た。来ましたよ、普通のトンベリ。包丁。あなたはちょっと覚えるのいっぱいあるよね。アドレナリン出てそういい意味でね、うん、いい意味で、うん、ささやかな。え、またいるんだけど、この子ちょうだい。ボロボロの歯車なんてあった？あれか、いっぱいアイテムがあった中の1個なのかな。くそー、これ探すのめんどくさいねうわ、すごいのいる。何？ちょっと待って、え、もうこれ使おう。よし、いや、つえつえつえ。やっぱタフですね。終わった。見た見たクポ。ちょっと針増量だけちょっと本当させていただきたいね。今すぐにでも。こっち行ける？これ？ラストエリクサー。なかなか使わずに終わるアイテムランキング上位です、私の中では。ラストエリクサーとかも、だってただのエリクサーですら私もったいない症候群で使えねえからな。え、いずこへ上から、上にあんのかな。あの、普通にありました普通にこのさっきセーブしたとこの奥にありました。ショックです。私無駄にめっちゃうろうろしたのに、いや、ないな、ないな、と思って。また出たな、あなたたち。一瞬で終わらせるわ。はい。ちょっと待ってよ。はい。ゼロ。あれ、セーブポイント乗ったら回復するよね。稲妻。なんか使ってみたいよね。最低。ちょっと待って。よくないこれは。前歯じゃないのよ。地震地震。実力通り。でもサボテンダーレベル上がったんですよね。だからちょっとできるんじゃないかなって。ミラージュボード6になってる。よし、これで針増量します。はい、
これで火力アップですね。はい。いくぞ。ちょうだい。どっち行ったらいいのこれ。行ける場所いっぱいあるの。安直に行くならこっちなんだけど。お、やっとイベントですよ。長かったですね。おい、何ラン、今その列車の中に誰かいたみたいな。やめてよね。タマも見たのです。タマまでそんなこと。姉ちゃんの声にびっくりしたわ。しかしなんか姉ちゃんって幽霊とか正体不明なもの苦手だよな。なんか煙出てますけど。そんなこと言ってる場合じゃないのです。なんじゃこりゃ。うわ、サボテンといい、列車が飛んでる。すごいですね。そういえばサボテンと多肉植物の違いってさ。いや姉ちゃん、そんな場合じゃないって。これはまさに幽霊列車という感じなのです。やっぱ幽霊なの。ちょっとやだ。いや姉ちゃん、それってなんか違うの。ミラージュと幽霊は全然違うわよ。そうなんだ。幽霊列車って言われるとやっぱ FF6 を思い出しますよね。え、待って、一人はダメ。待ってろ姉ちゃん。しかもよりによってこっちの方が火力低いんやでっていう。絶望的よこれは。まっすぐ向かうのです。はい。倒れてる。敵出ないことだけお願う。え、こっちを乗せ乗せは崩れたりとかしてないもんね。あ、なんでモーグリいないんだろうと思ったらさ、向こうについてってるからか。よいしょ。敵出ないの優しい。いたのです。大丈夫か姉ちゃん。いや、ゾンビがしてない。何この方、別にかっこよくもないわね。なんか行くぞ姉ちゃん。姉ちゃんどうした。どうもしないわよ。そうか、ならいいけど。本当にどうもしない。大丈夫。ハリセンポン貝になってる。食らいなさい。強いよね。もう4000だよ。結構削ったね。よし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 。あ、リジェネついてる。あいつもしかして。くっそ。じゃあセイバー呼びます。バッツ。初バッツ。どんなんだろうね。あれ。やるぞ。ったく、邪魔すんなよ。楽しい。楽しすぎん。いいね、バッツやっぱね。弱いわね。うちの子たち強すぎ。そうでもないよね、別にね。特別強くはないと思うんだけどね。バン
パイやな、なんか微妙やな美女がな。よっしゃね、やっぱ絶対ゾンビ化してる。横見て横。あいつ不死身っぽいのです。マジかよ。姉ちゃんどうする。姉ちゃん、これを使え。何それ、タケノコ。お疲れ。これで彼女も町の方も大丈夫そうだな。ありがとう、本当に助かったよ。シドからもしかしたらオリジンを倒すのに本人より年老いた白木が必要かもと聞いた。なるべく古い木をと探すのに少し時間がかかったが間に合ってよかったよ。姉ちゃん、おはよう。うん、クラウドさん。え、あれ何、私オリジンに襲われて、あれれれれれ。マジで、マジ牙が生えてビビったわ。お、先ほどのオリジンが持っていたようだ。しかしこの鍵、どうしたんですか。この鍵は本当に扉を開けるためのものなのか。あ、そりゃ鍵なんだからそうなんじゃね。いや、ただのザレ事だ、忘れてくれ。あ、いろいろありがとうございました。サンキューな。自らの行いに後悔のないようにな。でもクラウドの祝い事ってちょっと意外と正しかったりするじゃない。どうなんだろうね。何、終わった。勝てるわけない人いる。名前出てこないな。あ、セリスもあるの。セリスもあるんだ、そっか。あのセイバーメダル装備できる数増やしてほしい。セリスも欲しくなっちゃう、そんなの。セリスとシドに挨拶ね。ってことはじゃあ一旦戻って、メダルだけ交換しましょうか。やばいね今回。あ、でも戦闘ほぼカットしてるからどうだろう。なんか録画時間的にはめちゃくちゃな時間なんだけど今。まあ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 、交換してね、能力だけちょっと知っとかないとね。時と夢どうする、どの。あー、11個しかないんだ。248、まあいっか。はい、3個。まあでもたまるもんね。たまるよね、この後ね。また来る？わかんない。うんとは言えない。うんって言えよっていうね。
まあ、クラウドは攻撃なのかな、セリスも攻撃系かな、なんかセリスって戦士のイメージだから。セイバーメダル。まだ強かったよな、でも。クラウド。魔法ダメージ。防御無視、物忘れ。味方に AP 回復。セリスつけたい。でもさ、2個消費じゃん、みんな。それがきつくない？だったら1個消費で全体攻撃というか、違うな。普通に攻撃の人を1人つけときたいよな。1個消費で攻撃の人。命中アップ。それ攻撃アップ。まあ、セフィロスかな。嫌じゃない？このセブンメンバーに挟まれたセリス。かわいそう。はい。ということでですね、今回一旦この辺で終わろうかなと思います。次回は、とりあえず指導のとこ行ってから、多分新しいとこ行くんだよね。次は誰に会えるんだろうって。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。